あのバカ兄弟の話だから、どうせ死ぬ勇気なんかなかったし、何だったんだろうな俺の人生。最後ぐらい可愛い天使に迎えに来てほしいな。ですから、先ほどから申し上げているでしょう。ご理解ください。やだ。なんでここでこねるんですか。あなただって、先ほどから安心していたじゃないですか。その件については異存はないの。借金なんて腐るほどあるし、アパートも今月いっぱいで追い出されるし、彼女もいないし、飯もないし、未来なんてないし、死ぬことを望んでいたって言ったって、過言ではない。今のロッカーが開かないんですけど。当たり前です、知ってるんですから。それに事故現場からわざわざこんなアパートに連れてこられた意味がわからない。こんなアパートで悪かったな。電気もガスも水道も止まってるけど、ここは俺が数年間暮らした立派な家なんだよ。金髪ですよ。ああ、ちょっと言葉遣い汚いんですけど。